夜空に咲いた大輪の花。みやま市でおととい実施された花火大会。9000発の花火におよそ5万人が酔いしれました。真っ赤な T シャツ姿で現れたのは宮間市商工会の青年部のメンバー。花火大会の会場設営のほか、スポンサー集めやプログラムの作成などを担っています。残りの看板作成を全部お願いします。全体統括担当の本田康秀さん、地元クリーニング店の跡継ぎです。今年は並々ならぬ強い思いがあるといいます。ファイナルという形です。最後になりますけれども、しっかり素晴らしい花火展開したいと思いますので、今日から金土日3日間ご協力の方よろしくお願いいたします。48回目を数える花火大会、幕を下ろす大きな理由は商工会青年部のメンバーの減少。45歳以下で構成する青年会のメンバーは15年前の半数以下となっていて、運営が成り立たなくなっているのです。頑張ります。ここ数年は他のメンバーと協力してなんとか運営してきたものの、仕事との両立が厳しい状態だったといいます。残せるのも残したいんですけど、やっぱり4ヶ月ずっと続けなきゃいけない、やっぱ大変は大変なんですよ、こっちもですね。あの、続けたい気持ちは当然みんなある中で、まあ、苦情の決断だったと思うんですけれども。青年部のメンバーたちも悔しい思いを抱えながら最後の準備に取り掛かります。生まれた時から、まあ、会ってるのでですね、先輩たちに申し訳ないなというともあるんですよね。複雑な思いじゃないですかね。私、みんななんかやっぱこうちっちゃい子供がいるところは自分の子供に見せたいなと思ってたし。それでもいつの日か花火大会を復活させてほしい。本田さんたちは地元の小学校に花火師を招いた出前授業を行うなど、子供たちの心に何かを残したいと考えています。いよいよ翌日に迫った最後の花火大会。協賛していただいた会社が例年は500社前後なんですけど、今年800社ぐらいに増えまして、それで過去最大の花火を今年多分上げれると思います。乾杯。イエーイ。最後連れてこようと思う。ちょっと寂しいです。もうね、何十年前からでも会ってたみたいでね。中学生ぐらいから来てるんで、もう最後って聞いて楽しみに来ました。行くしかないと思って。縮小してでも続けてほしかったっていう気持ちはあったんですけども、現役の商工会青年部の人たちがやっぱりその辞めるのも勇気と思うんですよね。でもそれを決断したことに対してはですね、やっぱ OB のとしてはもうあの敬意を表したいなとは思ってます。不安半分、安心半分、どうなるかわからないからちょっとドキドキしてるのが結構本音です。3つ、はい、どうぞ。大きな声でカウントダウンです。5、4、3、2、1、ファイヤやってみたいです。大人になったら
花火大会は終わるかもしれんけど、他のことでもっと美山市を盛り上げていきたいと思います。具体的な形としては残せなかったんですけども、まあ、子供たちの記憶の中にしっかり大きな花火が通りに焼き付いてくれるとすごく嬉しいなと思います。48年にわたり市民の記憶に刻まれてきた花火大会は幕を下ろしました。